こんにちは、ひかりです。おたるです。よもやチャンネルです。はい、こんな感じで、はい、第1回目を早速撮影していきたいと思います。イエーイ。私がインドネシアのお友達みんなとこう喋っている中で、うん、なんかいろいろ違いがあるのでよもやっていうのがいっぱいあるので、うん、それをご紹介したいと思います。で本当にいっぱいあるんですけど、はい、今日は時間も限られているので、うん、3つ、まあ、やりたいと思います。はい。1つ目、個人の部屋に鍵が必ずある。インドネシアは子供が生まれたりしたらその子供の部屋とか鍵があるよっていう。鍵あるよね。ことですよ。一般的な家には必ずというか、まあ、ほとんど鍵があるよね。ちょっとこの間日本のドラマでね、うん、見て、確かになんで鍵ないの、うん、そう、自分の部屋あるのになんで鍵はないの、鍵かけてないのっていう疑問でしたね。あ、なるほど、うん。ちなみに歌の部屋は鍵がついてた、うん、してるよ。あ、そうなんだ、うん。いや、うちはあの、ま、古い家、和風の家ですけど、うん、普通にこういう扉、うん、なので鍵とかっていう概念自体ない。あの、なんか立て付けが悪くてうっってやって開かないみたいなのあるけど。じゃあ本当の鍵かけてない、それってそもそも理由とかあるの？理由、日本 の、 あの家って多分、普通に入り口まず鍵ついてる、うん、トイレは鍵ついてる、うん、でお風呂も大体鍵ついてる、うん、けどとりあえず理由は分かんないんですけど分かんないんですけど、うん、でもなんか日本、私の感覚的には、うん、あの親に隠さなきゃいけないようなことって、まあ、家で普通しないから、あの家族にはよると思うんだけど、うん、あんまり鍵つけない家が多いと思う。多分家族ごとに違いはあるけど、うん、でも友達の家にちっちゃい頃遊びに行った時鍵ついてる家は誰もなかった。それ面白いですね。インドネシアはあるんですよね、うん、なんで逆に鍵はあるの？いや、だからね、もう自分の部屋だから、まあ、プライベート見せちゃいけない、見せちゃいけないわけないんですけどね、あの服着替える時とか、うん、あの勉強集中したい時とか鍵かけて、あ、まあ、あの昼とか夜ご飯だけ、うん、開けて部屋から出るとか。あ、でも、ね、確かに外国の映画とか見ると、うん、鍵ついてるよね。アメージングスパイダーマンの話だけど、うん、に出てた時は鍵ついてた、うん、ほらあるでしょう。だからね、日本というか、まあ田舎の方の日本だけかもしれないですけど、うん、鍵つけないような印象がまずあります。一つ目の違いでした。そうですね、よもやよもや、ね、気をつけてください。はい、はい、次2つ目、これ結婚の話ですけど、お兄ちゃんやお姉ちゃんより先に結婚をしてはいけない、うん、本当ですか？本当です。ブブって何？ブブダメってことだ。ダメだよね。歌さんはまず兄弟いる？います。あ、お兄ちゃんいる。お兄ちゃんいる。お兄ちゃんいるよね。あ、じゃあだからお兄ちゃんが結婚しないと、うん、歌も結婚しないっていう。結婚できない。いや、できるけど。できはするけど。まあね、うん、昔から。そうなっちゃうもんね。あ、そういうのが当たり前、うん、それも宗教とか、宗教とか民族とかもあんまり関係なく、宗教にはあまり関係なく、 あれは、まあ、インドネシア文化自体ですよね。民族にも多分、そういう関係があると思うので、例えばもう、ね、お兄ちゃんが結婚しないと、まあ、下の妹たちはできない、うん、結婚はできないっていうのが昔からあるよね。原則みたいな。みたいな。じゃあ仮にあの、うん、お兄ちゃんが結婚してなくて歌が結婚しようってなったら、うん、あの結婚した人いるから早くお兄ちゃん結婚してっていうの？あそれともそうですね、実は今はまあちょっとだけ、まあ、変えるっていうか、まあ、変わる、うん、
家族もあるんですけど、まあ、もちろん先に妹と結婚するのもできるんですけど、うん、でもほとんどの家族はですね、うん、もし先に結婚したいんだったらお姉さんかお兄さんになんかプレゼント的なが あげないといけない、用意してあげないといけないですよね。なんかね、許可をもらうためにみたいな、そういう感じですね。お兄ちゃんとかお姉ちゃんに結婚することになりました、うん、そうです、欲しいものなんかある、そうそうそう、俺先に結婚するから物あげるから結婚させてみたいな、そうそうそう、何が欲しいみたいな話をするんだ、はい、友達もそういうケースがあって、で親にも一回話したことあって、なぜこういう文化が生まれるんだろうっていうのも疑問があったんですよね。あ、みんな知らないんだけど、そういう文化があるから従ってて、でもやっぱちょっと変じゃない、うん、って思って聞いたんだ。そうそうそう、聞いたら精神的みたいな、やっぱお姉ちゃんだから先に結婚しないと周りからのプレッシャーもかかっちゃうみたいな日本みたいそういうのもあって、順番かまたはそういう先のプレゼントあげるか、それでバランスを取ってるってことだね。そうですよね、なるほどね、うん、日本もなんか何歳までに結婚みたいなのがあるけど、インドネシアもそこはちょっと似たような、似てますね。よもやよもやちなみにあれだ、ヨーロッパとかと比べるとヨーロッパも年齢関係ないし、うん、あのなんかまあ順番とかも全然多分関係なくて自由だけど、うん、そこはそういう感じじゃないよねってことだね。そうですね、まあ、でも最近の家族はもう考え方も違うんだし、うん、まあ、そういうちょっと変わってきて、ね、変わってきて、あんまり、ね、年齢とかも関係なく、うん、で順番も関係なく、うん、まあ、先に結婚したいんだったらどうぞみたいな、そういう家族にもありますね。けどまだまだその順番守ろうねみたいな文化はある、うん、あります。なるほど。あ、これは結構センシティブな話にもなるかもしれないですけど、面白いですね、はい、だからね、今お兄ちゃん待ってるのでお兄ちゃんお願いします、うん、はい、最後3つ目です。インドネシアの人たちは名字がない、うん、よもやなんで待って、そもそも日本は、うん、だから名字と、うん、私は光っていう名前がある、うん、で歌は全部名前だよね、うん、海外だとマイケル、うん、ジャクソンとか、違う、なんマイケルマイケルジャクソンもいいけど、マイケルなんとかジャクソンじゃん、うんうん、そもそもの名前の構成ってどうなってるの、ね、日本だと名字名前だから山田花子、うん、だけどインドネシアは自由だよね自由だから名前は月の名前とかジュライとか、うん、アウグスとか、うん、まあ、でもそもそもインドネシア人の考え方は、うん、名前っていうのが、うん、祈りと同じいい名前だと、うん、まあ、それいいお祈りになって、うん、だから誰にもね、みんな呼ばれるとそれが、あ、毎回呼ばれるたんびにいいお祈りいっぱいしてもらってるみたいな感じで、よもやそれですよね、まあ、日本もそうか、うん、日本もちょっと考えたことなかったけど、まあ、いい名前、日本は画数、うん、まずインドネシアの話からいこう。意味としてお祈りとしてもすごくいい言葉、うん、そうだよね、を選ぶのが大事。そうです、親が、まあ、うん、アラビア語だったりインドネシア語だったり、うん、まあ、英語だったりとかからして、うんうん、読むと、まあ、いいお祈りになるみたいな、名前をつけるんだ、つける、わあ、面白い、ね、面白い。そうなんです、インドネシアの人ってそもそも今友達みんないろんな名前それぞれあるんですけど、うん、LINE の名前めっちゃ長いのに普段呼ぶ名前2文字とかなんですよ。だから歌も本名普通に長いんですけど、うん、歌って呼ばせてるみんなあだ名で、簡単ですよ、そう、うん、で日本とかでも例えば光だったら、うん、あの光とか、うん、なんかピカチュウとか、あのピカチュウある、あるあるある、あるあるなんかそういうあだ名はあるけれど、うん、なんかそういうんじゃなくて本当に呼びやすい名前で普段はみんな呼んでて、でも本名は本当に長いで、なん、ね、でだろうって思ってたけど、うん、そういうことなんですね。そういうことですね。民族的にはね、その苗字持ってる人も、うん、いますね。
だから全員じゃない、インドネシアの中でもね、だから全員じゃないんですけど、まあでもほとんど名字がないですよね。ないんだ。パスポートとかですね、そういう時がどこの名字とかどこの名前とか全部名前なんですけど、あ、そうか、どうすんのそれ。確かに、あ、ありますよ ね、 あのパスポートってあれ、サーネーム、あと普通のネーム分かれてるけど、そう、どこにどう書くの。だから全部書くよね、名前でね、そもそも適当に名前を名字と名前のスペースに分けて、分けて後ろの名前が名字になるとかそういうケースが多いんだよね。まあでも一番面白いのが、い、あの名前だったらね、うん、後ろの名前が名字になるとか一般的なんですけど、うん、でもインドネシア人って一つ、うん、まあ一言葉だけの名前もあるのね。例えば歌だけがいるのね、 人の名前って。あ、そういう人もいる。いる、うん、だから歌だけ、うん、完全に歌だけとかの人どうするの。いる。だからその時はうたにする。違う、た、う、歌になる。歌、歌って書く。そうそう、だからファミリーネームとあの何でしたっけ、自分の名前、本、うん、本名は歌、歌になる。よもや、え、知ってました。マジで知らなかった、うん、めっちゃ面白い。グローバルスタンダードってさ、うん、やっぱ国変わったらさ、変わったら違いますよね。そうだね。そうでした。そういうことだそうで、はい、今3つだけとりあえず取り上げましたけど、まだまだありますよ。ちょっともう少しまた探していって、はい、あの、あったらまた別の回でも紹介したいと思います。はい、はい、ではちょっと今日のまとめですね。今日紹介した3つについてもう一回ちょっとお話ししたいと思います。あ、1つ目、まず個人の部屋にインドネシアは必ず鍵がある。2つ目、お兄ちゃんやお姉ちゃんより先に結婚してはいけない。はい、3つ目、名字がない、はい、はい、この3つ今回ご紹介させていただきました。面白かった方、はい、興味がある方はぜひいいねボタンを押していただいて、あとサブスクライブボタン、チャンネル登録押してもらって、ぜひ、ね、毎回見てください。次も見てください、はい、またなんか楽しい内容とか作りたいと思うので、質問とかコメントもぜひお願いします。はい、ということで、ではまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。